長崎県美術館学芸員の森園です。今日ご紹介するのは、名誉県民の松尾敏夫が長崎港を描いた長崎旅情という作品になります。こちらの作品を描いた松尾敏夫は長崎市出身の日本画家になります。宗福寺近くの家で生まれまして、3歳まで長崎で過ごしております。ただ3歳とは言いながらも自分の故郷は長崎であるということを終生忘れることはありませんでした。長崎出身でありながらも一度も長崎を描いたことがありませんでした。なぜかと言いますと、長崎人ならではの、マニアックなところを描かなくちゃいけないということを、思って町を歩くんですけれども、なかなかそういったところが見つけられなかったわけです。ただ、2013年に長崎県の名誉県民の称号を与えられたことで、ちょっとこう肩の荷がおりまして、やはり長崎といえば、やはりその稲佐山から見た夜景ではないかというふうに思い立ちまして、それで描いたのがこちらの作品になります。実に88歳の時の作品でして、非常に大きな、これは屏風なんですけれども、大型の作品を仕上げております。最もその松尾敏夫が注意したのが、こちらの五分で描かれているこの町のその光ですね。で、この光の下で長崎の人たちが生活を営んでいるんだというようなことを思いながら、この点を光の点を描いていきました。ですので、こちらは人物が全く登場していない作品なんですけれども、長崎の生活、そういったものがモチーフになっています。下絵を描いているところを立ち会ったことがございまして、そちらをこう描いているところをですね、ずっとこう見てたんですけれども、何と言いますか、その忠実にその長崎の風景というものを描こうとされてるんですね。で、そしてその時はお昼の風景を描いてたんですけれども、まさかその出来上がった時にその夜景であるとは全く想像もできませんでしたので、私は本当にそれについてはびっくりしました。大きな特徴としましては、私はこの空の色ではないかと思います。非常にこう鮮やかな青色が塗られてるんですけれども、88歳になるまでこの色を使ったことがなかったんですね。で、それで新しくこの色を出そうと思って、新しくその顔料を購入してきて、で、それで使ったのがこちらの作品なんです。まだその自分がこれまでやってなかったことっていうものを挑戦しようとした、新しく挑戦しようとしたという、そういう心構えといいますか、そういったところが松尾敏夫の芸術を支えているのではないかなというふうに思います。この作品はですね、亡くなる2年前に描かれておりますので、体調が非常に悪い時に描かれております。ですので、本来であればこれよりももっと一回り小さな作品に仕上げるつもりだったんですけれども、やはりその長崎のダイナミックなこの夜景の風景を描くには、やはりこの4曲1席の屏風ではないといけないというふうに思い直して、こちらを描いております。で、そしてもう一回この何ていうか二度塗りしたかったそうなんですけれども、そこはもうちょっと体力の限界だったということで、それでも私がこう見た時に、これがそれじゃあ未完成なのかっていうと、いや、そうではなくて、きっちりとした絵として仕上がっているのではないかというふうに感じております。